あ、ちょっとオンにしてるとずっと動き続けるから、うん、オフにしとかなきゃいけないんだよな。本日もイラストありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これ早速名城公園です。名城公園編のやつか。これはいいなあ。こんな感じやったのがね、この全部が優しいな。お城とかも含めてこのタッチが、そうやね、絵のタッチ、絵の色使いがすごい優しい空気というかね、ソフトに描いてくれてる感じがね。うわ、これこんな感じだったのかな。二人の世界にせっちゃんするまさにって感じね、うん、この俺はでもこのせっちゃんのものギュッて握ってるとこがめっちゃ可愛いわ。せっちゃんがこう手を入れてる。なるほどね。この帽子も可愛いし、この手をギュッてやってるね。ちょっとワクワクしてる感じ。つーちゃん。子供こういう感じするから。つーちゃんどんな顔なんやろね。いいな。つーちゃんはこういう感じだったかな。旦那さん優しそうな顔。だから、つーちゃんの記憶になる、記憶にある風景はこういう感じだったんだ。ああ、うん。すごい色彩豊かだね。お前よくな、こうやってな、なんか、公園の、影からカップルとかこうやって見てるもんな。練習したやないか、俺。女子高生のカップルをこう見てるもんな、お前な。見すぎて、解散されたことある。最悪じゃない。人を不幸にするな。誰がやねん。いや、でも、まあ。いや、ありがたい。こんな感じ。でも、実際、名城公園こんな感じでしたよ。いや、ほんとこんな感じだよね、うんうん。まさにお城見えて池があって、うん、橋があって、こう。すごいね。幸せそうな。せっちゃん。今の見たら名城公園なんか初めてだ、びっくりしたろ。確かにね。あの時代の人なんか日本をこう移動するのが大移動だ。いや、ほんとほんと。びっくりしたろな。で、ゲットしてんのが俺。これはすごいね、幸せしかないね。暖かいな。暖かい。早速だから名城編、名城公園編書いてくれたということで、うん。イメージがしやすくていいね、これは。うん。うん、いや、素晴らしかったです。せっちゃんこの絵喜ぶ、あ、つーちゃん喜ぶかもしれない。うん、そうやね、うん、あのこんな風景でした。ああ、これちょっと見せたいね、早くね、これ。まあこんな感じで、ね、はい、今回も、素敵なイラストありがとうございました。でした。じゃあ今回も、じゃあ早速本編の方お願いします。はい、さあ本日もせっちゃんとつーちゃんとお話をしていきたいと思います。はい、本日はですね、うん、まあ、1ヶ月前ぐらいに、うん、我々の悩みをせっちゃんとつーちゃんに相談したことなんですけど、あ、しましたね、その時に、視聴者の方から、うん、ぜひ自分の悩みも、せっちゃんつーちゃんに聞いてほしいですという、うん、コメントがあったので、ちょっとそれをね、うん、聞いてみようかなと。あ、視聴者の方の悩みか。ちなみに、1ヶ月前、僕が相談したのが、うん、考えすぎてしまいますという。あ、そうやってね、お前は何なんだっけ。あ、俺は、うん、お金が貯まりません、どうすればいいですかっていう、もう本当深刻な悩みやけど、うん、深刻だけど、原因はパチンコやめらんなくてっていう、そこを隠して相談するから多分相談された側も意味わかんなかったんだけど、今も隠そうとしたから。いや、お前もうパチンコやめらんなくては付け加えてもらうと思う。いや、だってもう、いや、もうしょっちゅう言っちゃうんだよ、お前も。それじゃねえか、原因だ。悩みじゃねえだろ。だからお前が解決すんなってすぐ。まあでもそんな感じで、はい、ちょっと今回視聴者の方がちょっと悩みをじゃあ、うん、はいはいはい、私は何事も完璧主義の潔癖で疲れてしまいます、うんうん、そのため一つのことがダメになると他がグダグダになってしまいます、うん、例えば恋愛とかにおいても同じです。このような性格をどうしたらいいか、人生の先輩アドバイスをお願いしますということで、うん、まあというわけで、うん、まあでも俺はちょっと似てる部分があったというか、ちょっと共感できるというか、ね、ああいう感じの性格は、俺もそれこそだから考えすぎてしまうと、ちょっと似てる部分があるんで、そうね、俺もともとちょっとそういう部分は。完璧主義な。完璧主義というか、考えすぎちゃうかな。うん、でもやっぱ、俺の場合はもう、ある時から逆に開き直ったというか、うん、もう、まあ多分こういう商売とかこういう生き方をしてきたせいでもう聖人君子では生きていけなかったというか、綺麗事では生きていけないやっぱ、まあまあそうね、世界だったんで、で、そう、俺がお笑い好きになった理由もそういう部分があったから、その好きな芸人さんとかもあるけど、もともとだから芸人になる前はそういう部分とかも考えすぎちゃう性格が、うん、俺が好きな芸人さんももともと同じように結構そういう風になるんだけど、でもやっぱりそれじゃあだんだん苦しくなって、ある時もう開き直っていいんだみたいな、うん、人間ダメでいいんだっていうことに気づいて、それを笑いに変えてるってことを
感動して俺は芸人になった部分だからそういうところで俺は救われたかな。でも逆にそれでも開き直ることですっきりした部分がある。開き直って人間はダメなもんなんだとか、うん、ダメでいいんだっていうのをちゃんと世間に見せるのが芸人っていうのを俺は、まあでもそれは芸人にしかでも通用しないのかな。やっぱ一般の人には分からない。まあでも喋るっていうのは大事だかもしれないけどね。まあでもそういうふうに聞いてもらうというかね。うん、だからまあ俺はもうどちらかともだからそういういろんな芸人さん見て開き直るっていいんだよね。人間ダメでいいんだって分かってちょっと楽になった部分だったかな。だから俺も全然だから誇りが誇りかぶるほど芸人は面白くなるっていうのがあるんで、ね、でそれで開き直れたってことか。っていうかもう人間はダメでいいんだよっていうのを教えてもらったっていうの。でもこれは芸人にしか当てはまらないのかな。他の人は、まあ、どうだろうね。でもそれぞれで同じような考えは持てるとは思うんやけどね。まあちょっとそれはそれぞれの世界なんだけど難しいね。でそれ読んだら今回そうだな、そうそうそう、芸人じゃない人はどう思うのかっていうのが、どういうね考え方なのかちょっと、女性だしどういうふうに思うんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。はい、それではじゃあ次に行きましょう。はい、さあセッティングが完了しました。はい、まず推しですね。いつも通りお絵描き大好きせっちゃんのためのお絵描きセット、うん、手前が映画ドラマ大好きつーちゃんのための映画ドラマ見たいとき教えてくださいのワンちゃん、はい、左が答えたくないの豚さんが2つ、うん、で質問が、まあ、さっき説明した通り、まあ、失礼なければ悩みに答えてくださいと、まあ、潔癖で完璧主義でこういう性格が疲れてしまいますと、どうすればいいですかという、まあ、さっき説明した通りのことが書いてあります。まあ、つーちゃんがどう思うか、そうやね、なんて言ってくれるかっていうのはね、ちょっともしかしたらせっちゃんには難しいかもしれないな。まあまあまあ、せっちゃんは分からないかもしれないけど、ないし、まあ我々の話とか、うん、まあ、つーちゃんの、話を聞いたら聞いてどう思ってくれるかなもしかしたら全く関係ない話をするかもしれないです。まあまあまあ。うん、まあまあ、そこは、はい、自由にね。そうね。子供ですから、うん、答えてもらおうと思います。はい、それでは、いつも通り撮影行きたいと思います。はい、
死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は娘ないねって言われておしまいですよ。なんでもう人生の集大成する。俺はお前みたいな人生を送れないともうハゲてもいいよ。何俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。